こんにちは、クイズキュンです。今回は違う漢字探しです。問題は全部で7問あります。回答時間は30秒となっています。それでは早速やってみましょう。1問目です。カニという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけ別の漢字になっていましたね。最初の問題でしたが、見つけることができましたか。それでは次の問題に行きましょう。2問目です。のみという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけよく似ている漢字が紛れ込んでいましたね。見つけることができましたか。3問目です。白黒になりましたね。価値観のかという漢字が並んでいます。違う漢字を見つけてください。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけ別の漢字になっていましたね。4問目です。色が変化しましたね。崇拝の崇という漢字が並んでいます。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけ奈良のなという漢字になっていましたね。5問目です。3色になって見づらくなりましたね。慌てるという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけよく似ている漢字が紛れ込んでいましたね。
これはかなり難しかったですか？6問目です。漢字がランダムに並んでいますね。収穫の各という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに一つだけ別の漢字になっているものがありました。次は最後の問題です。7問目です。ぶどうのぶという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに一つだけぶどうのどうという漢字になっているものがありました。ぶどうを含むことわざに古い友達と古いぶどう酒に勝るものなしという言葉があります。このことわざの意味は、古いぶどう酒はコクがあって美味しいように、古い友達も気心が知れ信頼できて良いものだということです。大人になると昔の友人と疎遠になることも少なくありません。たまには思い出したように連絡を取ってみるのもいいかもしれませんね。いかがでしたか？たくさんの漢字の中から一つだけ違うものを見つけるのは難しいですよね。あなたは何問クリアできましたか？それではおまけの問題です。困るという漢字です。違う漢字を30秒で探してください。タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、わからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。